宇野博士です、都内今日の、都内感染者、今日は都内感染者、今日は2022年令和年12月28日水曜日、12月28日水曜日2022年令和年、コロナ感染者、今日は2万人出たらしいです、2万人出たらしいです。傘を傘を無大臣が言っている。目に見えない感染が広がっているのではないか。年末年始、救急患者が取り入れる病院は難しくなってきている。救急患者で、コロナの救急患者で、病院が入れてくれる会社が少ないと思われている。難しいと思われている。解熱鎮痛薬、風邪薬が非常に売れている。失礼しました。